ロシア・ウクライナ戦争の戦果としてロシア国防省は2022年6月21日、アメリカなどがウクライナに供与している M777-155mm 榴弾砲を、無人航空機の攻撃によって、なんと1日で15門も破壊したとする内容を発表したよ。1日で15門も破壊したの？それが本当ならすごいと思うけど、ロシア国防省はその証拠と称して、M777-155mm 榴弾砲本体と、それを牽引する車両が攻撃によって破壊され炎上する動画も公開してはいるみたいだな。果たしてこれが本当に1日で15門もの戦果を上げたことを意味するのかは定かではないけどね。さて今回はロシア国防省が M777-155mm 榴弾砲を、たった1日で15門も破壊したと発表したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。個人的にはこれまでのロシアの情報戦の傾向を考えれば、アメリカをはじめとする西側諸国の最近の兵器供与の象徴として、ウクライナ軍に多大な恩恵をもたらすと思われた M777-155mm 榴弾砲を、無意味だと思わせるためのフェイク情報に聞こえるよね。ただしロシア・ウクライナ戦争の直近の戦況としては、東部のルガンスク州の実質上の州都とも目されたセベロドネツクから、ウクライナ軍は撤退、ロシア軍が同地を制圧下に6月25日に収めたことから、ロシア側の勢いは強まっているぜ。ウクライナ軍自身はセベロドネツクから戦術的な撤退を行い、西方のリシチャンシクに拠点を移し、セベロドネツクよりも標高が高いその地から、ロシア軍の進撃を阻む構えを見せているが、これも危うい状況だと目されているな。セベロドネツクからリシチャンシクに兵を進めるには、ロシア軍自らが3つの橋すべてを破壊しているため、天然の要害と化した、ドネツ川を溶かする作戦を取らざるを得ないんだけど、これは損害が懸念されさすがにロシア軍も実施未定のようだね。代わりにロシア軍はリシチャンシクに南方から攻め寄せる行動を行っており、じわじわとこの方面からの侵攻を成功させている模様で、残念ながらウクライナ軍のリシチャンシク放棄も現実味を帯びつつある状況なんだ。リシチャンシクがロシア軍の制圧下に置かれた場合、それはルガンスク州全体を支配することを意味しており、プーチン大統領が現在掲げてているドンバス地域の2州の解放という政治目標のうちの半分が達成されることになるよ。本来ウクライナ軍側もそうしたロシア側の作戦の成果を、喧伝されることはなんとか回避したいと考えていたと思われるぜ。だが、それが許されないほどにこの地域でのロシア軍との、砲撃火力の差はいかんともしがたい状況なのだろうな。現在のドンバス地域の戦況は、開戦後の方続いていたロシア軍の戦車等の、戦闘車両や火砲の物量に対し、西側諸国から供与された精度の高い兵器を活用しての、ウクライナ軍の前線といった図式からは外れたものに移行してきているようだね。当初はウクライナ軍が装備している無人航空機バイラクタル TB2 や、西側諸国から供与された FGM-148 ジャベリン等の、古神経対応の対戦車ロケット兵器の有用性が伝えられたんだけど、最近は兵器そのものの効果はあまり報じられていないよね。ロシア国防省の発表するプロパガンダをそのまま鵜呑みにするわけにはいかないものの、確かに M777-155mm 榴弾砲がすでにアメリカを中心とした西側諸国から、100門以上が供与されたという割には、ウクライナ軍の状況が好転していない感は否めないよ。M777-155mm 榴弾砲のウクライナへの供与が決定された際には、同砲で運用可能な M982 エクスカリバーという GPS 誘導機能付きの砲弾が、特に効果的なはずだと説明され、その射程距離は 57km にも達すると言われていたんだ。実際5月中旬にはドンバス地域においてドネツ川の渡河作戦を敢行しようとした。ロシア軍の戦車を含む車両等に対し、ウクライナ軍は M777-155mm 榴弾砲とおぼしき兵器で砲撃を加え、総数80両以上、兵員500名弱の損害を強いたことも記憶に新しいよね。この戦果がウクライナ軍から公表された際には、下馬評通りに M777-155mm 榴弾砲と、GPS 誘導砲弾 M982 エクスカリバーの組み合わせは非常に精緻な攻撃が可能なのだと思われたんだ。だが、以後はこうした戦果報告の例はあまり聞かれないぜ。その理由はつまびらかではないんだけど、ドンバス地域にロシア軍は持てる火砲を集中的に投入しているとされており、その中にはこうした M777-155mm 榴弾砲よりも長いおよそ 90km も及ぶ射程を持つ、多連装ロケット砲 BM30 スメーチなども多数含まれるんだって。このロシア軍の多連装ロケット砲 BM30 スメーチで運用される砲弾は無誘導弾であるため、ピンポイントでの正確な攻撃は不可能とされているんだけど、
ウクライナ軍は長い里一面で制圧をしてくるこれらに苦戦を強いられているのだろうね。だからこうした脅威に対抗すべく、同様な機能を持つ西側諸国からの、長射程の多連装ロケット砲の供与をウクライナ側は求めていたんだね。数は少ないとはいえアメリカの高機動ロケット砲タルハイマースが送られたらしいぜ。すでにこのハイマースも6月25日前後には実戦投入されたとウクライナ軍側では発表しており、今後は同種の兵器をいかに多く西側諸国が供与できるのかによって、ここの戦場での戦局が左右される可能性もあるね。ただし残念なことに戦力と火力を一定地域に集中させるロシア軍のやり方は、東部地域での戦いで効果を上げていることは事実であり、対象療法的に、西側諸国から兵器の供与を受けるウクライナ軍よりも、ここしばらくは優位に立つように思えるな。さてロシア国防省の発表という点に話を戻せば、6月27日にウクライナの中央部に位置する都市、クレメンチクのショッピングセンターに対し、2発のミサイルが撃ち込まれた件についても実に白々しい主張を展開しているよ。ロシア国防省は翌日の6月28日には、当該のショッピングセンターは、すでに営業は行っていなかったと述べた上で、ロシア軍が放ったミサイルは、この近くのウクライナ軍の武器貯蔵庫に命中、その火が炎症を起こしたものだと断言したんだ。このような主張はロシア・ウクライナ戦争において、これまでも再三にわたって繰り返されてきたことだよね。一部ではそもそもショッピングセンターにミサイルが着弾したことすら、ウクライナ側が捏造したフェイクニュースだとする意見も SNS 上では見受けられたらしいな。イギリスの大手メディアである BBC は、このショッピングセンターにおいて、ミサイル攻撃のあった時点で訪れていた人物や従業員らにインタビューを行っており、同施設が間違いなく通常営業を行っていたと報じているよ。無論親ロシア派からすれば BBC はウクライナ擁護の立場に立脚しており、全てがフェイクニュースだと強弁するだけの水かけ論が延々と続くのだろうけど、そうした主張を信用する側が西側諸国で大多数を占めることは厳しいと思われるね。そういえば、元は日本の外務省の職員で不正疑惑から退職を余儀なくされ、今は軍筆業を生業としている親ロシア派の帽子は尖閣諸島が日本の領土だと言っても、実際にそれを見たり訪れた日本人はほとんどいないと述べていたな。故にそこは日本の領土だと言っても、後天的にそうした知識を与えられて、思い込まされただけであって意味はないというような文脈だったぜ。そんな理屈が許されるならば太陽にだって、人類は誰も言ったことはないけど、それは確実に存在しているじゃん。様々な事象において発信者が自分に都合の良い理屈を並べているだけなのか否かは、得てしてこうした単純な事実からも判断ができると思えるんだけど、格もたやすくフェイク情報が拡散されることには危機感を禁じ得ないよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。それじゃあ今日も雑学行ってみよう。待ってました。今日は以下の心臓が3つある理由や機能などについて解説するね。人間は心臓が止まると死んでしまうね。当然だけど心臓は1つしかなく、心臓なくしては生きられないため、とても重要な臓器だね。しかし、地球には心臓を複数持っている生物がいるのを知ってたかな？その脅威の生物の正体は、イカなんだ。よく食卓にも並ぶイカが、実はそんなに驚異的な体の構造をしているとは知らなかった人が多いんじゃないかな。それじゃあなぜそんなに心臓があるのか、そして体の作りはどうなっているのか、解説していくね。イカの運動量は多く、泳ぐスピードはとても速いんだ。イカというと海の中でゆらゆらと優雅に浮いて泳いでいるイメージがあるかもしれないけど、大きいサイズのイカでは時速 40km 程度の速さで泳ぐことができるそうだよ。そして、イカは決してただゆらゆら漂っているだけではなく、海の中での動きはとても活発なんだ。動き続けるためには当然だけど酸素が大量に必要となるよね。イカが活発に動き続けるために、イカには心臓が3つも備わっているということなんだ。ちなみに、イカの心臓は1つがメインの心臓で、残りの2つは補助的な心臓だそうだよ。補助の心臓は左右のエラに備わっているんだ。実はイカには他にも面白い豆知識、雑学があるんだ。イカの握力は海の世界の中でもトップクラスなんだ。一度でも獲物を捕獲してしまうと、絶対に逃がさないような腕力の持ち主なんだよ。そして、顎の力もとても強く、捕食する際には獲物が原型をとどめないほど粉々に砕いてしまうんだ。それとね、イカは実は貝の仲間なんだ。貝といえば頑丈な殻に守られた生物をイメージするよね。軟体動物でぐにゃぐにゃして柔らかいイカだけど、実は貝の仲間だったんだよ。現在の姿からは似ても似つかないけど、大昔のイカには殻がついていたそうだよ。しかし、進化の過程で不要となり、より早く泳げるように進化を遂げた結果、今の姿になったんだ。
そのため、もともとは貝の仲間で、今では遠い親戚といったところかな。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。